ロデリック・レイナー・ページ、ロデリック・レイナー・ページ、ロドリック・レイナー・パイゲ、1933年6月17日台は、はアメリカ合衆国の政治家、ジョージ・ W ・ブッシュ政権第一期で教育長官を務めた。ロデリック・レイナー・ページは1933年6月17日にミシシッピ州モンティ・チェロにおいて誕生した。ペイジはモンティ・チェロ市内の黒人学校で、 初等教育を受けた。当時の学校機関は人種別に分けられており、ページは郊外の黒人学校に通わされた。ページは1951年にモンニチェロの職業高等学校を卒業し、ミシシッピ州ジャクソンのジャクソン州立大学に学した。ページは1955年にジャクソン州立大学を卒業し、体育教育学の学士号を取得した。ページは ジャクソン州立大学において優等生となり、また、フットボール選手としても活躍した。大学卒業後、ページはミシシッピ州クリントンの高校で体育教師となった。だが、教師生活開始から間もなく、ページはアメリカ合衆国海軍から招集を受け、高校教師を辞職した。ページは太平洋戦域での活動に参加し、沖縄の在日米軍基地で、 内科衛生兵として勤務した。海軍を退役後、ページは1962年にジャクソン州立大学でフットボール部コーチとなった。1964年からはフットボール部の監督となった。この当時、ページは教育に強い願望を抱いていた。しかしながら、当時のミシシッピ州では黒人が大学院に入ることを認められていなかった。 1968年、ページは大学院で学ぶために、ジャクソン州立大学を離れ、インディアナ州のインディアナ大学に入学した。ページは、インディアナ大学で1962年に、修士課程を修了し、体育教育学の修士号を取得した。ページは続いて1970年に、博士課程を修了し、体育教育学の博士号を取得した。1971年、 ページはテキサスサザン大学においてフットボール部の監督となり加えて体育科の学科長に就任した。ページは1984年にテキサスサザン大学でフットボール部の監督を退き教育学部の学部長に就任した。ページはテキサスサザン大学において都市教育問題に強い関心を寄せた。ページは都市における 学校制度の管理運営に関する問題を特化して扱う研究施設として都市教育形成センターを設立した。1989年、ページはヒューストン学校区教育委員会の教育委員に立候補した。ページには政治経験がなかったが学術的信頼と教育改革に対する考え方が受け入れられ、ヒューストンの共和党と民主党の両方から指示を受けた。 ページは1990年1月から1994年までヒューストン学校区で教育委員及び理事を務め学校区内の構造改革に関する作業部会で作業部長を務めた。ページは作業部会において心情と理念に関する宣言を作成し教育の過程ではなく教育の結果に基づいた地域教育政策を提起した。ペジは1992年に ヒューストン学校区の教育委員長となり、1994年にヒューストン教育長に就任した。雑誌ヒューストンマガジンは、ページについて、都市の成長と繁栄に貢献するヒューストンの再実力者25人の一人に挙げた。ページは学校区の運営システムを見直し、合理化を図った。ページは教師と学生の教育能率を向上させることを目指し、 チャータースクール制度を開始した。ページは一部の学校に対して職員や教科書、教育カリキュラムの選択権を与え、加えて教師に対する報奨金制度を導入した。ページによる教育改革は2000年までに大きな成果として現れた。エデュケーションウィーク氏はテキサス学力試験に合格する学生の割合が 1994年の49%から1999年には74%にまで上昇したと報告した。ページによる成果は、ヒューストンの奇跡と呼ばれた。だが、その一方で、中途大学率の割合が上昇するなどのマイナス面も見られたことから、CBS のドキュメンタリー番組、60ミナッツは、ヒューストンの奇跡について、疑問であるとも言及した。 2001年、アメリカ学校管理者協会は、ページを年間最優秀教育指導者として表彰した。ヒューストンにおけるページの教育改革は、テキサス州知事ジョージ・ W ・ブッシュに高い評価を与えた。2000年、ブッシュが大統領として当選すると、ページを新政権における教育長官に指名した。ページは、ヒューストン教育長を退き、 2001年1月24日に教育長官として就任宣誓を行った。ページはブッシュ政権において2001年の教育改革法の起草を支援した。加えてページは教育改革法とブッシュ政権の支持拡大のため保守派評論家アームストロング・ウィリアムズと契約を決断。ページはウィリアムズに対して教育改革法を メディア上で賞賛するように依頼し、教育省はその対価として、ウィリアムズに24万ドルを支払った。この教育改革法は、地域間格差の是正を目的としたものであり、教育機会拡大や、各学校の裁量権拡大などを基本方針とした。教育改革法は2002年1月8日に、ブッシュ大統領が署名を行い成立した。2004年11月15日、ページは、 教育長官の辞任を発表した。ページは、ブッシュ政権の一期目の人気満了となる2005年1月20日に、教育長官を退任した。ロデリック・レーナー・ページの父親は、学校長及び理髪師のレーナー・アーシー・ページ。母親は、図書館員のソフィーであった。ページは5人兄弟の長子として生まれた。ページは1956年7月に、 ジャクソン州立大学時代からの恋人、グロリア・クローフォードと結婚した。ページは、グロリアとの間に男子一人を設けた。ページは、グロリアと1982年に離婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。